にちは、皆さん土方です。今日はですね、岐阜にあるですねナスペックさんの視聴室に来ています。今日の動画はですね、これすごいですよね、足立さんにも、ね、いきなり来てもらっちゃってますけど、はい、ナスペックさんが取り扱っているですね、プレイバックデザインズ一つですね、ドリームシリーズとエーデルワイスシリーズって2つのシリーズがあるんですけど、その中でも、まあ、年代的には発売の年代的には新しい、そうですね、はい、エーデルワイスシリーズをですねフィーチャーしていきたいと思います。Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day. Feeling uneasy, I push it away. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. Feel like today. Let's do it again, let's go on a date. 今も話しましたけど、まあ、大きく2つあるラインの中で、まあ、プレイバックの中だとミドルクラスに当たるシリーズですよね。そうですね、まあ、はい、8のシリーズがあって、はい、これが、まあ、6シリーズ、まあ、エーデルワイスの、はい、PS6はい、6が関するあのシリーズになってますね。はい、で今出ているっていうのはいわゆる3機種ありますよね。そうです、はい、CD プレイヤーが、はい、あの2022年の、はい、MPS6、 それで11月に発売されたもので、はい、でこの上の MPSX というストリーミングプレイヤーとあとダックが、あの2月、今年の2月に発売されます。 MPD6 ですね。そうです、はい、もう待望の、まあ、ミドルレンジに当たるシリーズですけど、はい、これすごいですね。僕まずでも最初に見たのデザインがかっこいいですね。あ、ありがとうございます、はい、あの初めの初期までの MPS5 のモデル展示版って考えていいですね、はい、あ、そうか、あの攻撃版って考えて、攻撃版ですよね、はい、じゃあもう本当にいわゆるこの最新鋭のシリーズを皆さんに知ってもらいたいんですけど、ということでですね、まあ、改めまして、まあ、プレイバックデザインズハイエンドのオーディオメーカーとしては当然かなりの方に知られているメーカーではあると思うんですけど、まあ、もしかしたら初めてこの動画を見る方もいらっしゃると思うので、まずプレイバックデザインズについて本当に簡単に解説をしていきたいんですけど、まず設立は2007年。そうですね、はい、で、アンドレアス・コッチさんという方が、はい、主催されましたよね。はい、はい、でアンドレアス・コッチさんね、僕みたいなデジタル好きなオーディオ好きな人からしたらね、まあ、いわゆる神様的な存在の方だと思うんですよ。はい、まあ、いわゆる DSD 黎明期と言われる頃に、まあ、唯一ですよね、業界で唯一のマルチレコーディング機であるソノマの設計に携わった方としても知られていますし、これはあのデジタルのいわゆる USB のデジタル転送で、あの結構名前聞いたことがあると思うんですけど、 DOP っていうDSD オーディオオーバー PCM、フレームズという技術を開発した方でも知られています、はい、いわゆる DSD を知り尽くした方が、まあ、自らの理想を具現化するために作ったメーカーということですよね。これアントレアスさんですよね、本当にデジタルに関して言ったら、そうです、本当に、はい、もうソノマの、あのいわゆるレコーディング機ソノマを作って、はい、その後やっぱりハイエンドメーカーさんに所属して、そこで、まあ、デジタル部分 の、まあ、あのメイン設計をされてたということで、はい、まあ、そこから自分の、まあ、プレイバックデザイン図社を立ち上げたっていうのが、ね、なので、はい、こう本当に自分 の今までのノウハウをこう詰め込んだ、はい、こうブランドがプレイバックデザイン図、そうですよね。ちなみになんですけど、ごめんなさい、これ予定に入ってなかったけど今聞きたいんですけど、何年から取り扱う開始されたんですか。初めですよ、はい、2007年。あ、じゃあもうできてたから自分が、はい、独自のナスペックに入社というか、まあ、の仕事を始めてからだと思います。あ、そうですか、年後とかに確か始まって、はい、どういうきっかけで始めたんですか。で、まあ、向こうから報告をしてくださったという流れ。せっかくなんで、ちょっと足立さん、これ、やっぱり SCD プレイヤーから、もう本当に簡単にですけど、解説していきたいと思うんですけど、はい、まず SCD、まあ、SCD プラス CD プレイヤーの MPS6 です、はい、まずこれ、一体型ということで、はい、まあ、上位シリーズ の、 先ほど言ったドリームシリーズに使用されている技術を、かなりスライド投入しているところが、大きなポイントですよね。そうですね。いわゆるスライド投入って何かと言いますと、コスパがいいということですはい、あれ金額的にはドリームシリーズのプレイヤーと比べていくら、あれ、あっちはセパレートですね。8ですね、そのドリームシリーズ の MPS ですね、はい、SCD プレイヤーなんですけど、それがその一体型が500万円です、はい、このエーデルワイスの MPS6 が
350万円という、まあ、そういった価格差みたいな。なるほど。じゃあより手に入れやすくはなってるわけですよね。でやっぱり SSD プレイヤーとなると最初に気になるのは、まあ、メーカー部でいわゆるトランスポート部じゃないですか。はい、はいはい、ここはやっぱりあの CD プレイヤー、ね、好きなオーディオファイルの方が気にするところだと思うんですけど、これあれですね、D&M 製使ってるのがいいですね。そうですね、はい、D&M さんしか多分今やあのそうです、ね、ほとんどが高級あのメーカーだと思いますから、はいはい、今実際のところも海外メーカーさんで SSD プレイヤー作られてるところ本当に数少なくなっちゃって、そうそうそう、はい、そういう意味だとあの本当に貴重な存在だと思うんですけど、それこそこの D&M 製の高品位なメーカー部に、まあ、いわゆるこの自慢のディスクリート型のダック、いわゆるダックチップを使わない DA 変換回路を使ってますよね。あのそれ独自 の、はい、あのアルゴリズムの FPGA ですよね。そう、FPGA 使った回路をやってるところがさすがだなと思いますけど、これ音質対策すごいと思いますけど、まあ本当にクロックなんかも大変こだわってると思いますけど、まあ、これ名称で言うと MEMS クロックコントロールデザインという、はいはい、このテクノロジーが入ってますよね。いわゆるあの一般的なオーディオ機器って、まあ、従来型の、まあ、VCXO っていうのは推奨発信機をクロックとして使ってるんですけど、これは全く違うものですよね。そうです、まあはい、プレバックはもともとがあの外部クロックを必要としないというような設計でアプローチで作ってますので、はい、そいつの技術のが盛り込んだものというふうに考えていいと思います。そうですよね。あのいわゆるこれ例えば一般的には複数のクロックを、まあ、デジタル機器って全て複数のクロックで動いてますけど、例えばですけど、まあ、ディスプレイ標準部とかもうその辺りもそれ専用のクロック普通入っちゃってるんですけど、まあ、そういうのを複数入れてしまうと動作周波数の違うクロックをたくさんあの入れるとやっぱりあの音質的な劣化の要因になるということで、この MEMS クロック1機で全てを制御するっていう。まあ、この辺りもやっぱりその知見がある方の、そうですね、うん、このディスプレイのこ の、 あの赤色っていうのも、はい、あのもともと赤色ってあのなんかもうちょっと優しい色にならないのって話もあったんですけど、あ、そうなんですか。実はもともとです、はい、でもこの赤色がもう、はい、にしてるのはその周波も合わせてるっていうような音みたいなのが聞いてますね。青だとやっぱりこうなんていうかもうちょっとあの周波が上がってしまう。そうなんですか。この赤色っていうのも理由があるんですか。理由があるということ。あ、そうですか。僕はこのやっぱりデザインの面持ちがね、うん、あのすごい好きで、あの以前あの動画撮らせて自宅で動画撮らせてもらった時に電源を入れた時にね、もうかっこいいんですよ。あ、めちゃくちゃなのでそういう意味、あ、でもそれ以外にそういう意味があったのか。そうですね。で、あのまあ今回これは一体型の SSD CD プレイヤーということで、当然そのこれアナログの DA コンバーター積んでたアナログ出力もあるけど、いわゆるこれデジタル出力もついてますよね。そうですね、はい、はいはい、まあ、そこに関しましてはこれあのプレイバックデザインズのですね、独自の本当に音がいいちょっとあのセパレートシステム構築できるので、ちょっとそれはまあ後ほど説明するとして、まあ、続いてですね、ネットワークストリーマーの、まあ、これいわゆるデジタルインターフェースで本社では言われている、いわゆるこれネットワークトランスポートの MPSX っていうのも今回出ましたよね。そうですね、MPSX、はい、元々が、はい、SSD プレイヤーの MPS6 に、はい、ストリーム X っていうタイプが、あ、いわゆるそういうストリーム、はい、モジュールのモジュールが積んでるんですけど、はい、それも完全に1兄弟にしたっていうような、はい、なるほど。やっぱりですね、最近そのいわゆる僕たちがやってそのいわゆるファイルズファイル再生っていうものと、それに加えてやっぱり最近ではさまざまなタイダルクーバーズのルーンなんかもあると思うんですけど、いわゆるそのストリームの機能、いわゆる定額制のストリーミングサービス、いわゆるサブスクサービスと言われるものが、まあ、大変もう世界的なオーディオでは本当に潮流になっていると思うんですよ。まあ、そういう中で、まあ、今までね、あのプレイバックが、まあ、まだそこをね、専用機っていうのは出してなかったですね。先ほど言われた通り、そのモジュールで対応してて、あれは僕は大変素晴らしいシステムだと思うし、音質も良かったんですけど、ついに本当に専用機出してきた。そうですね、はい、やはり専用機の方が、はい、音質が確実にいいというような、あの結果は、やっぱり気に入ってますか、そういうの。あの、はい、そこが、はい、あの一番気になるポイントではありますから、はい、そうですか。あのそこはちゃんとあの、はい、この1兄弟のものとコミュニケーションをかけたもので比べたと。あ、そうですか。この MPSX に関しては DA コンバート部分は持たずに、いわゆるデジタル出力専用に特化した、あの一般的に言いますとこれネットワークトランスポートと言われるものなんですよね。そうです、はい、
これもいろいろ言い方があってね、ストリーマーとかね、いろいろ言われてますけど、まあ一番このネットトランスポートっていうところが、まあ分かりやすいかなと思います。まあこれも本当にさまざまな高音質化のゲミックも入ってますけど、例えばこれ出力側と入力側の双方にアルゴリズムによる強力なノイズフィルターを装備してるっていうですね、もう二重フィルタリングをしててっていうのも書いてますし、当然これクロックジェネレーターだとかジッターフィルター、もうこのあたりも大変品質が高いものを入れてますよね。はい。じゃああと MPSX の場合は、まあ、デジタル出力専用のトランスポートというところで、まあ、その出力の種類、端子の種類気になりますけど、まあ、AES プラスコアキシャル、いわゆる同軸とですね、もう一つポイントとしてはこの P-Link というプレイバックデザインズ独自の出力がついてるじゃないですか、はい、でこれってやっぱり一つ大きなメリットとしては、いわゆるこれ光にすることで、これ光だと思うんですけど、いわゆるこのアースの問題から、まあ、根本的に改善できる、ね、はい、ところがあれさると思うんですよ、はい、そうです、はい、これって実はネットワークオーディオのいわゆるその接続では、いわゆる RJ45 の LAN ケーブルを一度光にするっていうのが、まあ、一つトレンドにもなってて、これがかなり効くんですね。なのでそのいわゆる電気的に一度切り離す、光変換することで切り離すっていうメリットを、やっぱりその専用 の接続方式とするところで享受できるのが一つ大きいと思いますね。はい、そうですね、はい、おっしゃる通りです。でもう一つですね、やっぱりこの専用のやっぱりストリーマーということで、いわゆる多様ソース気になるところだと思いますけど、これまずコントローラーとしてはスマートフォンアプリが出てますよね。そうですね、はい、アプリです、ね、はい、 M コネクトコントロールと M コネクトコントロール HD って、まあ、カタログ上は載ってますけど、まあ、それで聞けるのがいわゆる、まあ、タイダルとかのストリーミングサービスと、あとやっぱりですね、さすがだなと思うのはルーンに、ね、はい、対応してますね。これは今動画見てる皆様ももうすでにやられてる方も増えてると思いますけど、やはりこれルーっていう統合型の再生ソリューション、はい、に対応してますと、まあ、これルーのことをですね、まあ、本当に解説しだすと本当に丸一日、僕あれさんね、ルーのイベントだけで丸一日お店でイベントやったことあるぐらい、もういろんなことがあるんですけど、まあ、本当にとにかく楽しくて新しいですね、楽曲をたくさん知ることができる、まあ、本当に素晴らしい再生手法なんですけど、まあ、本当にとにかく注目されてます。蓄音機から始まる音楽再生市場を初めてそのオーディオの再生指示と新しい音楽を知るっていう作法を統一したことで、もう今爆発的に今人気が上がってるソリューションですよね。そうですね、ずっと使うとこうすごく便利で、はい、もう新しいその音楽の知れますし、ね、でもう踊れないと言ってもいいぐらい、そう、踊れなくなっちゃうぐらい感動があるんですけど、まあ、そこに、まあ、ルーのエンドポイントとして対応してるということなので、まあでもこれあれですね、そうすれば、まあ、例えばルーンって通常のオーディオの作法だとルーンサーバーを設置すればいいわけですよね。そうですね、はい、同一ネットワーク上に例えばルーンサーバーって、まあ、専用機も出てたりするんですけど、一番手軽にやるにはこのパソコンを、パソコンが、はい、まあ、インターネットにつながってるパソコンの中にルーンサーバーのソフトを入れて、そうすればここでルーンが楽しめると、はい、それは大きいですよね。はい、イントの方はコアが詰めるんですけど、そうちょっと脱線しますけど、ドリームシリーズの、はい、MPT8 であれば、まあ、そのルームサーバー機能もあるので、どうしても一体型って方は、その一体楽しみたいっていう方は MPT8 を買うっていうのも手ですけど、まあ、まずはでもルームに対応してるところさすがだなと思います。はい、なので、まあ、本当に先ほど話しましたですね、SCD プレイヤー、まあ、SCD 好きな方はそのプレイヤー使っていただいてもいいし、まあ、CD とか SCD ディスクメディアは聞かれないっていう方はこの MPSX をトランスポートにすればいいわけですね。そうですね、はい、で最後に登場するのが、まあ、DA コンバーター、 DA コンバーター、はい、プレイバックデザインズお家芸ですよね。MPD6 ということで、こちらはですね、まあ、上位シリーズの、これも、まあ、ドリームシリーズにルーツを持つさまざまな技術、まあ、スライド投入してきた、こっちもコスパでいうとかなり高い、はい、DA コンバーターだと思います。まあ、先ほど話しました通り PLL 回路を使わないで完全な実体信号を取り出すことを可能とした、まあ、PDFAS という
ものもついてますし、まあ、当然このダックチップを使わないオリジナルの FPGA による DA コンバーター回路もついてますよね。そうです、はい、プレバックのプレバックはね、DA コンバーターはいいですよ。ありがとうございます。はい、もういつかだとちょっと夢に、まあ、正直ね夢に見てますけどね先生、そろそろ音も聞いていただけると。はい、はい、分かりました。じゃあですね、今回この、まあ、3筐体ありますから、もうこれさまざまなあの使い回しができると思いますけど、まずは MPDS6 という、SACD CD プレイヤーで、まあ、SACD 聞かせてもらいます。はい、でそれがパターン1、はい、で続いてですね、ネットワークストリーマーの MPS-X プラス、まあ、これはデジタル出力専用のトランスポートなので、それプラス DA コンバーターの MPD-6 で、ルーで聞いてみましょうか。はい、はい、でこれね、あれさ、ちょっと僕やってみたいんですけど、最後もう一つですね、あの MPS-6 って単体でも動きますけど、MPS-6 プラスこの MPD-6 でセパレートシステムのトランプスポットとして、はい、聞いてみたいんですよ。SACD トランス、はい、あ、それも面白そうですね。はい、これどのくらい音質アップするのか楽しみなので、はい、ちょっとその3パターンで聞いてみたいと思います。はい、はい、そしたら、ご視聴いただきました、いかがでしたでしょうか。はいですね、まず最初はですね、SACD CD プレイヤーの MPS6 を単体で聞かせていただきました。で聞いた音源なんですけど、このですね、藤田恵美さんのこれね、オーディオファイルにも本当に人気の、まあ、心の食卓ですね。はい、 SACD 聞きましたけど、あのですね、これやっぱりなんていうのかな、デジタルとかアナログとか、やっぱりいわゆるこれやっぱりディスクメディアのデジタルのソースですけど、まあ、これね、今出てるプレイヤーっておしゃべりでそういう結構評価高いですけど、とにかく歪み感がなくてデジタルとか聴いてる感じじゃないですよね。ありがとうございます。はい、これ、当然プレイバックのホームページにいわゆるこのアナログ的な滑らかさ、うん、言ってますけど、まず最初に感じたのは分解能も本当にそもそも高いんですよ。でこれやっぱり 2.8MHz の DSD じゃないですか、 SACD ってフォーマットが。でもそれのデータ全部出し切ってるからっていう、はい、こうなってくるとなんかドリームシリーズとかどうなっちゃうのかなって、今日比較してないですけど、すごいお買い得感が高いですよ。はい、まず分解能すごい高いし、あとノイズフロアが低いですよね、そもそもは。で当然このですね、あのトラック13のですね、やっぱりあの彼女の本当にこの有名な楽曲「あの日だまりの歌」っていうのを聞かせていただきましたけど、声の質感表現、あともう当然そのまあこれはシステムの良さもあると思うんですけど、空間表現なんかの空間のデプスの出方なんかは大変素晴らしいですし、 SACD の最新のプレイヤーにとってまたさらに良くなってますね。はい、なんかね、まことしやかに業界で言われてて、今出てる SACD プレイヤー結構といいよって言われてるんですけど、やっぱりデジタルの進歩って本当に感じますよね。はい、はい、とにかく SACD の音、やっぱりね、プレバックデセンズの SACD プレイヤーの音いいって言われてましたけど、それを改めてノイズに感じます。はい、まず本当に素晴らしい音でした。ありがとうございます。はい、これね、本当にあのお世辞じゃないですからね、ちょっとびっくりしました。はい、こちらの、はい、あのネットワークとの、はい、そうですね、続いて聞いたのがネットワークトランスポートの MPS-X と、DA コンバーターの MPD-6 の組み合わせですよね。はい、これではですね、ルーン聞かせてもらいまして、私のですね、パソコンの方をですね、ルーンサーバーとして使わせてもらって、まあ、こちらのですね、MPS-X の方をエンドポイントとさせて、ルーンのエンドポイントとして利用させてもらいましたけど、まあ、まずは当然のごとく、まあ、本当に安定して動きます。はい、それとですね、まあ、ルーンの一番いいところっていうのは、もちろんその先ほど言ったさまざまな新しい体験ができるところにあるんですけど、あの音質に関してはね、まずすごいしっかりしてた。はい、しっかりしてました。でこちらで聞いたのがですね、ロバート・グラスパーとノラ・ジョーンズの、まあ、新しいですね、楽曲です。ロバート・グラスパーというとですね、まあ、ニューチャプター系のジャズアーティストとしては、まあ、本当に、今トップのピアニストだと思います。でもう歴史的にもですね、もう彼 あのピアニストとしての功績は偉大なるものがあるんですけど、そのロバート・グラスパーのまずピアノのですね、
音色の質感の出方、それ素晴らしいですし、まあ、一時期ファイル再生ですね、音が軽いとか言われてたんですけど、このまずトランスポートに関してはまずそれがない、まあ、いわゆるディスプレイヤーでも感じたですね、その超絶な分解能から来るそのやっぱり歪み感のない質感のいいサウンドが、ピアノの質感っていうのは聞けました。で、ノラ・ジョーンズ一緒に歌ってるんですけど、ボーカルリアルですね、はい、このリアルなボーカルと、あとこのノイズフロアの低さっていうですね、先ほどの SACD プレイヤーでも感じてた部分がファイル再生のプレイヤーとしてもしっかり出てる。だからそのファイル再生の音が悪いんじゃないかって思ってる方なんかにはね、本当にお勧めしたいです。はい、先ほどですね、SACD プレイヤーすごい音質上がってるって言いますけど、実はですね、この音質の向上幅に関しましては、いわゆるこのファイル再生とかストリーミングのその再生の方がやっぱりまだ伸びしろがあるって業界では言われてるんですね。それはやっぱりやれるところが多いわけですね、まあ、手を入れなきゃいけないところが多いんですけど、このやっぱりディスクリートのものね、ディスクリートかな、 FPGA を使った DAC の、 そのデジタル再生のそのデジタル音源を出した時の音の良さっていうのは、これがディスクメディアであってもファイル再生であってもやっぱりプレイバックが強いなという気がしました。はい、で当然ですね、これ出てる音からするとちょっと最後にまとめて話したいんですけど、で他のシステム の、 そのアンプとかプレイヤーの方も素晴らしいと思うんですけど、やっぱりそこ、やっぱりソースの部分の音質が良くないと、そのアンプとスピーカーの素晴らしさも活かせないと思うんですよ。でそういう意味でまず分解能の高さ、 SL の良さっていうのをファイル再生で感じられたっていうのはね、すごい大きいと思います。で、まあ、最後ですね、はい、もう一個聞いたこの意外とそのトランスポートとして、はい、使用して、このタクですね。そうですね、 MPS6 をあえてトランスポートとして SCD トランスポートとして、はい、使って、でこのタクのですね MPS6 にしまして、いわゆるですね、まあ、一体型に、最初は一体型で聞いたんですけど、最後ちょっと究極聞いてみたいと思いまして、あえて、はい、セパレートで聞いてみましたが、これはね、後ろで聞かれてても多分思われませんでした。全然の1段上の良質な音が得られましたね。2段ですね。これセパレートにする意味っていうのは改めて感じます、うん、いわゆるデジタルドメインの部分、いわゆるデジタルドメインの部分をトランスポートに担当させて、でアナログの部分ですよ、 DA 変換とアナログ段をやっぱりこの専門の専用の DA コンバーターを使った時に得られる音質はですね、まあ本当にまずですね、ボーカルのディテールの前のそのディテールとバックミュージックへのですねとの描き分けが非常に良くなりますね、まあ、彼女の要するにボーカリストとしての表現力がもう完全にワンランク以上上がってしまう、はい、で僕も思わずボソッと言ったらちょっと本人に聞かせないなと思うぐらいだったし僕ね、すみません、正直に言いますとですね、泣きました、はい、涙出てきます。いろいろね、やっぱりこの日だまりの歌ね、ちょうど僕世代だったので、はい、その世代だったんですけど、こんなにね、訴えかけてくる感情が出てくるのかっていう、いわゆるアーティストさんとしてのその感情表現がより伝わってくるんですよ。だから改めて藤田亜美さんすごいなと思ったけど、そういうふうに思わせるものがこのセパレートにするとあえて出てくる。まあ本当にね、ちょっとね、涙ぐんでしまったって、で途中ですよ、結構早めにストップして、これ、みんなにね、泣いてるとこ見せちゃまずいなと思って、そのくらい感動します。そのくらい良かったです。ただ皆さんにもお伝えしたいのは、単体でも最高にいいですよ。あ、はい、プレイバックってやっぱりすごいんですね。もう本当に、はい、十数年始まって、そう、そうですよね、ずっと最先端のデジタル再生、それがディスクメディアもそうだし、ファイル再生もね、その やっぱり先ほど言った DSD をやられてるっていうところで言うと、最先端進んできたところのブランドのやっぱりこのエレクトロニクス系のソース機器の凄さっていうのは、ほんと改めて思いました。これね、本当にメーカーさんと一緒にね、こうやってユニショーサーさんと一緒にやってる動画だから言うんじゃなくて、そのデジタルのやっぱり最先端でいい音を求めたいときに、本当にファーストチョイスとしてまずちょっと聞いてもらいたい、まあ、最後に聞いてもいいかもしれないね一番最初に冒頭で話しました通り、いわゆるミドルクラスに位置してるんですけど、再生能力としてはね、本当すごい素晴らしく、実に素晴らしく高いので、ぜひですね注目していただいて、とにかくちょっとファーストチョイス、そのハイエンドのデジタル系のものを考えたときに、まあ、そのファーストチョイスとしてね、
選んでもらって僕はいいと思います。はい、そのくらい素晴らしかったです今回は。はい、もう圧倒的に安定しましたね。はい、まあ、それと本当最後ちょっとまとめとなりますけど、ちょっとですね弾いてもらいたいんですけど、やっぱり今回まあエーデルワイスシリーズフィーチャーしましたけど、この音が出てたのはですね、最終的にはこの音を出してたのはいわゆるこのアイソテックの権限も実は結構聞いてたんじゃないかなと思ってて、はい、システム全体の部分ありますよね。アイソテックとか、そう、ワイヤーワールドとか、ワイヤーワールドのね、アクセサリーの部分ってもうかなり聞いてたと思います。で、僕が先ほど言ったもう本当に感動したこの音出てたっていうのは、いわゆるこのシステムが出してくれたところはあります。なのでなんか将来はねこういうのも実際紹介したりして比較視聴とかもしてみたいし、ね、今回実はこの視聴室素晴らしい音で今やってます。で、この音ねちょっと皆さんにもね本当に体験していただきたい。イベントとかで運が良ければこういうフルシステムで持っていくイベントもありますよね。そうですね、はい、特にインターナショナルオーディションとかは、はい、おそらくこれに近い形ですし、はい、他のメイドでも、はい、お持ちするような形です、ね、そうですね、ちょっとこの良さを聞いていただきたいと思います。今回ねデジタルソースメインで聞きましたけど、今の最先端の最初のねハイエンドのデジタル再生って今ディスクメディアでもね本当にストリーミングファイルでもねここまで音出せるんだっていう音が今回は出せると思います。はい、大満足の視聴になったことを皆さんにお伝えしたいと思います。足立さん本当にいろいろナビゲートしてくださってありがとうございます。今日本当にありがとうございます。はい、ぜひね注目していただきたいと思います。またねぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。